チャオ、あちゃんです。今日は4月の13日金曜日、寒いね。まだね、寒くなってきて、ちょっとあの昼ご飯食べて寒くなってて、ちょっとモコモコきて、でなんかもうちょっと耐えられへんし、あのキッチン片付け続きやりたいねんけど、寒くて耐えられへんし動かれへんから、ちょっと体温めますっていうことでね、ちょっと前にね買ってやって、キッチン掃除したら出てきた。そんな古くないで、この前買っただけやから、賞味期限今年のね2018年7月26日まである、十分なるね。これです、磯自慢の蜂蜜生姜、国産生姜使用、オリゴ糖入り、アルゼンチン産蜂蜜使用の磯自慢蜂蜜生姜、蜂蜜に生姜が入ってね、原材料蜂蜜、糖類、水飴、生姜、寒天、だけど、これがね、トーストに塗ってもええし、これ、4、5倍に薄めて、飲んでいくねっていうやつ。で買ったかな、200何本やったと思うんだけど忘れちゃった。使って蜂蜜生姜飲んでみたいと思います。うわー、あー痛かった。ちょっと、あ、結構ね、そんなに硬いんじゃない、トロンとはしてるけどね、そんなにもっとあれかなと思った、粘っこいもんかと思ったら、うん、でバグなかった。でちょっとね、入れてみます。コップに、どれぐらいの、 4,5 倍って言われても分からないけど、ちょっとこんだけぐらい入れてみて、でそれを今度その職員さんが、いや面会しましたよ、でそれをその時をメモった記憶があるんですね。これが、お湯沸いたし、よいしょ、ちょっと入れてみましょう。困った可能性があるんですよ、はい、登録とした文書が文部科学省、農林水産省、内閣府にそれぞれ渡った可能性を示唆、これ会見の中で決まった。困ったというのは渡ったという状況なんですね。というのも、これ学校を作るときに、どれぐらいに薄めてるかちょっと分からないけどね、適当に飲んでみましょう。では、まず学校を作るということで、文部科学省とも話をしなきゃいけないですね。まあ、生姜のいい風味がする。ですから、従事が足りてるのか足りてないのとか、それに調べる農林水産省とも話しなきゃいけない。それから、その、もともと国家戦略特区ってところにあるわけですから、じゃあ、それは内閣府が担当してね。ちょっと薄いな。で、当然、愛媛県の方も、それから今治市の方も、加計学園の方も学校作りたいわけですから、じゃあ文部科学省行こうか、で文部科学省行って話しましょうねっていうことになるわけですよね。その時に、こっちについちゃった。なんかあってね、前向きなことをいただいたんですよ。すいません、これ我々が作った資料なんですけど、まあ、今こういった方向でお話をしておりますよって、こうちょっと話してるんですよ。やはり説得材料ですもんね。可能性がありますよね。我々ちょっとね、うん、感じ。あのね、冷やし飴近いかもから、冷やし飴、ね、うん、冷やし飴ってあんまね、関東でいう飴湯、うわ手についたよ。内閣府はまあ当然、国家戦略特区、まあ、まあ当然ここには行くでしょうが、まあ、ここは持っていくというような話をしたという程度のことなんですけど、まあ普通はこれメモ書きですから、見せに出す、まあ、県側が作ったね、資料ですからというぐらい持って帰るんですね。まあ、すいません、じゃあ文部科学省の方、こういうふうになっていますので、すいません、大丈夫、うん、ね、なぜかここにあった、じゃあいただきます。ここの方が取っといたとか、回収し忘れたのか、生姜湯とまだ違ってね、なんかね、蜂蜜の優しさあって、喉にすごい良さそう。今日喉が痛かったからちょうどいいわ。この虚構のタイミングで出てくるっていうのはでもね、あの、なんか今日飲みなさいっていうことないと思うね。いや、片付けだったその忘れへんちゅうね。ってことが、あ、でも体温まるわ。
部科学省はどちらかというと消極的だったはずですから、こっちはね、特に文部科学省を設置するための材料として使った可能性っていうのは結構高いなと思うんですね。でとなってくると、その時対応した文科省の担当者、あるいはその農水省から出てきたとすれば、その農水省の担当者が誰なのかっていうのはこれから特定していく必要があるし、その時どういうやり取りがあったのかっていうのはそこで見えてくる。おいしいね。これって大体どういう意味になりますか、農林水産省が出てきました。農水省が 出したっていうことは、あの農水省にとってやっぱり腹が痛くなることはないんじゃないですか。で僕は同じ文章は文部科学省に言ってるはずです、なんかね、すっきりと、文部科学省にはまだない、喉がちょっとヒリヒリと、でそうするとあの文章は朝日新聞の方だと中央省庁から出てきたっていう書き方があると思うんですよ、だからなんで文部科学省から出てこないのかっていう、なっちゃん好き、これはいい、生姜湯っていうの前買ったやつがあって、それも美味しかったんけども、なんかね、蜂蜜の優しさがある。これ自分でも作れんことはないと思うね。生姜すりおろして蜂蜜とで茹で割ったらいいと思うんだけど、蜂蜜がね、またいい蜂蜜使ったらいい、あの美味しいよこれ。もうちょっと蜂蜜の甘みが欲しい気もするけど、そういう時は蜂蜜足したらいいし。農林水産省は気にしなければいけない、あの問題は、あの獣医学会の問題だと思うんですね。ですからその文章が残っていても、あの問題はないと思うんですよね。おそらく文部科学省の受け取りを拒否したか、蜂蜜ってすごいいいねんね。で生姜は、ね、温まるしね、体に良さげそうな、どちらかといってよろしくないこと、なんかよくあるんですけどね、あの会ったことありませんっていうようなことはやっぱり、なんかこれで体温めて昼からね動けたらいいんだけどね、ちょっともう寒くて動く気にならへんかって、やっぱあの暖かくて心地がいいと、なんかいろんなことしたいなって気になるけど、寒くなると動くのが嫌になるね、その分ね違うことしてもいいんだけど、お片付けもして、ね、すっきりして今年ね、あの春を迎えたいなと思うしね。もう春やん、まあ、ペーパーということですから、自分たちが圧力でねじ曲げたってことにも伝えかねませんので、あんまりあってはほしくないなと。まあここから出てきてます。とにかく今、おいしい。職員の方、あれは書いたメモですよという方がいらっしゃったし、実際会いましたよって人もいましたし、そこでメモしたことを農林水産省にから出てきましたよってことが明らかに。散々話に出てる今、じゃあ文部科学省がね、ちょっと鼻が出そう。ことに関して鼻が出ます。そこに関して、こういう記事があります。官邸から文部科学省に、よっしゃ。官邸ね、今まだ1時になってないんで。いつもやったらね、ご飯食べてゆっくりしたら1時過ぎていこう。返すないし、柳瀬さんはお会いしてませんか。やっぱ早く起きると時間がなかなか大変ね。ここで会う段取りを、早起きは三文の得っていうのは分かる気がするな。すいません、この愛媛県の方、今治市の方、影学園の方がいらっしゃるんですけども、獣医学部は当たり違うということで、文部科学省が設置認可、ね、ちょっと生姜のシャリシャリが出てきた、そういう力があるとこってた。そこに文部科学省はどういうふうに考えてるんでしょうかということを伺うために、この人たちが来るんですよということを連絡があった。官邸から連絡があった。ああこれは体温まるわ、いい感じです。はい、ということで、今日のあっちゃんの、昼ご飯の後のドリンクタイムは、磯自慢蜂蜜生姜を茹で、生姜湯にしてみました。美味しかったです。これあの蜂蜜の優しさがねすごくいい感じなんでね、でもうちょっと甘みが欲しい時は蜂蜜を足せばいいと思う。あとね、これも活用していきたいと思います。はい、特区として対応すべきではなく、レベルの問題として考えるべきだ。はい、ということで、今日のあっちゃんの、ドリンクタイム、磯自慢蜂蜜生姜、またバターに、バターじゃないわ、トーストに塗ったり、生姜に使ったり、他のいろんなものに使えると思うので、またいろんな活用もしていきたいと思います。これ良かった、どんな、これ良かったねと思ったら、高評価を、でまたね、こんな使い方あるよっていうなんかアドバイスがあればコメントくれたら嬉しいです。で、まあ、応援コメントとかね、あのそのまた嬉しいんで、よかったら、これ
ね、これ、食べてみたい、使ってみたいと思う人は、下に Amazon リンク、Amazon か楽天から見つけたらリンク貼っておきます。もし貼ってなかったら、ないんか分からへんから、スーパーかどっかで探してみてください。こっちはドンキで買いました。ということで、今日のあっちゃんの、蜂蜜生姜ドリンクで体温まったよ動画、よかったよじゃないわ、こんなあっちゃんまた見てくれて、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいんで、よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。